ためにあえて友殺しの汚名を着よう。礼を言う。行くぞ。私の番だね。行くぞ。私の番だね。終わりだよ。行くぞ。行くぞ。そう。私の番だね。終わりだよ。私の番だね。空拳天魔覆滅。私の番だね。
バカな子だ。私の番だね。今助けてあげるよ。私の番だね。終わりだよ。残像か。しばらく見ない間に人間離れしたな。どこに？ここだ。ん？まさか暗黒神を。行くな、ジュリー。くジュリー。それで最後だ、ジュリー。こうして戦いはインジェラ軍の勝利に終わった。この後デュシス・エンブリオンは不死の体を得、自らを神格化することによって人々をインジェラの教えから解放し、自らもまた人々の前から姿を消した。司書に曰く、それは人々を真に束縛から解放するためであったという。この後全ての束縛から解放された人々は己の欲望を満たすために戦乱に明け暮れることとなった。それが幸せであったのか否か、それは分からない。自由を求め戦い散っていった人々がいた。ただそれだけの話である。ここは、気がついたんだね、ジュディ。安心しなよ、ここはあの世じゃないよ。私たちはちゃんと生きてるんだからね。生きて？そう、あんたの友達のおかげだよ。デュシスの？測ってたんだ、瓦礫の重なり合うところをね。私たちはその隙間に入って助かったんだよ。ただの偶然かもしれない。でもそう思った方が気持ちがいいだろ。そうだな。さてと、目も覚ましたようだし、そろそろ行こうか。行くってどこへ？別に行くあてなんてないけどね。せっかくもらった命だ。こんなところで残党狩りに暮れてやることもないと思うけど。あのな、ちょっとくらい休ませろよ。これでも怪我人なんだからな。そんなの関係ないよ。おい言ったろ、君は私が支えてあげるって。ああそう。行くよ。終わったんだね。そうだな。すべて失ったか。ちょっと待て。ん？
さっきと言ってることが違うじゃないか。え？俺を支えてくれるんだろ、ずっと。別に嫌ならいいけど。そうだね。私にはまだ君がいる。かけがえのない君が。Thank you.